そうなんですよ、もうポッて来ちゃうんで簡単にね、はい、今日はですね、やっぱ最近天気のちょっと不安定さもあって、はい、室内です。そうなんです。実は今日も朝大雨でした。雷鳴ってます。本当室内にしててよかったですね。はい、まあ、あとは駒沢球場を越えなかったっていうのもあるんで、まあ、それもあるんですよね、うん、はい、ということで今回は袴田さんが始球式をするということで、はい、また練習です、はい、まだいるの、はい、いやでもだって前回もちょっとあれだったし、前回上手に出たからやろ、まあ、私のそうですね、もうドキドキでもうこんなになりそうでしたもんね。でも別に今日はおぞぞまりんだし、はい、別に適当に楽な感じで、いや適当気持ち入れることもなく、いやいや適当にはいかないですよ。そうだ、でもそんな気持ち入れて泣いたりせえへん。いやでも泣いたりはしないと思うんですけど常にやっぱりその一瞬一瞬を大事にしていきたいですし、マリンすごいよく行く球場なんで、あのマウンドに立てるっていうのは私の中では結構感動ものなんですよ。え、楽天生命パークより、いや、あの、なんで比べるんですか。それすごい意地悪ですよ。もう比べるものじゃないんです。今回はね、はい、もうあの同じように投げてても3回目でしょ、はい、みんなもう最初は、ね、珍しいから、はい、あるけども、もうどんどん慣れてくるから、はい、期待値も興味も減ってくるから、そうですね、うん、同じようなことばっかりやってる、はい、今回はね、はい、もう普通の始球式しません。はい、今回の指令、はい、第一、はい、しっかりキャッチャーまでノーパンに投げる。もうそれはもう本当に頑張ります。第二、はい、普通に投げてもつまんないので、はい、モノマネ入ります。いや確かにマリンなので佐々木朗希投手とかの真似はちょっと風に投げたいなっていう気持ちはあったんですよ。だから今回どのモノマネだったらちゃんと投げれるのかを練習して、はい、で候補を作って、はい、どなたのモノマネで投げるかは本番お楽しみです。あ、それいいですね。はい、だから今日はモノマネ込みの練習をして、はい、でそこからちゃんと投げれるかどうか試して本番誰のモノマネにするかね、はい、皆さんに当ててもらいましょう。はい、はい、ということでじゃあ練習しましょう。はい、はい、お願いします。はい、じゃあまあキャッチボールだね。おお、怖ー！何いつも返球めっちゃ優しかったじゃないですか。コロコロコロって、もうだって継続してるからできるやろ、イメージなんで。この前はキャッチングの練習したよ。いや、あれあれこうじゃないですか。なんでよけた今。え、なんでよけた今。怖ーってなりました。いや、ほらな、ちょっともうちょっとゆっくりに返してください。ゆっくり行くで。はい、怖いって。ちょっとあんなとこ取れないですよ。こうやって、ああ無理。あれボールどこ行っちゃった。あったあったあった。あっ、もう星野さんの中島さんかっていうぐらい失礼とった。この感じ。戻ってんな。完全。うわ。完全に。でもあの感覚すごい難しい。もう近くに行かない。近くに行かない。から。あ、コントロールは。こっち。こうだから。はい。もっと前前前。前に。はい。そう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 。そうそう。それで、こうなるからダメなの。はい。前。前か。そうか。そう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 。それです。はい。今の、今の、はい、なんか感覚が。ほら、あとこっち行ってんじゃん。はい、ここ来て、ここ来て、こうやって、ここに出して足。はい、お願いします。そう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 、うん、で、前に前に。はい、でもはい、こうやって抜けてるんで。ああ、だから上に行くのか。最後まで、最後まで指にかける。
そう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 、今ので最低だね。はい、モノマネして大暴投したくないですからね。そうそうそう、今の今だ、うんうん、こうなってるじゃん。まっすぐ上げてこう、こうまっすぐ上げてこう、うん、腕まっすぐ上げて、まっすぐ上げてこう、うん、入った時にもう開いてるから、はい、だから多分手がこっちにあるように見えるんだよね。あ、この手が重要なんだな。うんうんうん、あー、ダメだ。まあ悪くない悪くない、はい、あれしようか、もう疲れるから。マウンドで、マウンドで、そうですね、うん、うわー、いきます。届いてない。届いてない。やっぱ上に投げたくなっちゃう。まず届かせること、一番、うん、手が外に出てる。はい。左手が上がってない。こっから。うん、そうそうそう。うん。言った通りやればできるのよ。はい。忘れちゃうんですよね。一個一気にすると一個違うとこ忘れちゃうんですよね。おー、ナイス、ナイス。じゃあちょっと、まあ、じゃあ村田兆治さんやってよ、得意の。はい。じゃあちょっと村田兆治さん行ってみます。うん、足間違えた。うわぁ、大暴投。手だけちゃんとして、そしたら多分できると思う。はい、手だけ。今すっごい手意識したつもりだったんですけどね。反ってる、反ってます。軸はしっかり、はい、惜しい、惜しい。じゃあ佐々木朗希やってよ、佐々木朗希。はい、こっから、うん、おー、いいやいいや。あの、そもそも似てます。でも足だけ上げてもいいです。確かに、うん、足だけ上げてもいい。こっから高く、はい、グラブして、うわ、山投げになっちゃう。よいしょ。でも最悪届いたらなんとかなる。キャッチャーが取れるとなれたらなんとかなる。はい、最悪。じゃあちょっと村田さん行きます。うん、いいじゃん。はい、ちょっと佐々木朗希投手いきます。こっから、ふっ、あー、届いてない。足上げた時にこうなってる。はい、あー、まっすぐいかない。野球選手ってすごいな。こういくやん。はい、こうなってんだよ。はい、行くときに。だからこうなる。ああ、うわ、山なり。めっちゃ山なり。ちょっと一旦、一番下手くそだよ。本当ですね。待って、今まで投げてた風に投げてみていいですか。ああ、今一番最初の神宮はこう来て、ここで落ち着いて、ああ、こんな感じだったんですよね。ああ、いいじゃん。はい、だフォームだけそれにして、
この感じでもっと強く投げればいいってことですよね。うん、本当1回目が一番上手だったな。から。はい、うん、今のだったら成功とまだちょっと言えますね、うん、全然全然完璧に近い。はい、おお、今日一今ぐらいのボールを本番で投げたい。佐々木朗希投手がいいかな。おお、いいじゃん、今まで一、今まで一。はい、これは教授さんバージョンして。はい、行きます。基本、あー惜しい、惜しい、抜けた。球の強さは一番あったよ。はい、もうラストじゃん。はい、こっから、汗だく。私普段顔に汗かかないんですけどこんなにかいたの久々。まあ、ということでね、はい、我慢してスタンダードで投げるか、はい、佐々木朗希で投げるか、村上教授さんで投げるか、これ3つをここからまた練習して、はい、本番誰で投げるか、もしくは全部やめて今まで通り投げるか、はい、ぜひ球場で見てください。はい、テレビの前だとねカットされてるんで見えませんよ。球場で見てください。そうですね、はい、はい、ぜひ見てください。頑張ります。